もみじ祭りとか行きたいね。ああ綺麗だったね。混んでなければ。まあ混むかあれ。いやまあ混んでないことはないだろうけど。うん。いや真ん中こうですよ、ね。ここはね、なんだろうな。なんか栄えてる感じしないんだよな。栄えてる。なんかリゾート地みたいになってる。ホテルとかいっぱいあるし。まあ、ホテルとかでなんかね。リビングでこう酒飲みながらファーってキャンプ場とかが多いのがいいなと。江ノ島っぽく、うん、やるのは楽しいかもしれない。富士松園ホテルポプリリー寝てるですか。お前から静かにしてくださいですか。お前よー寝言いつだったさっき。怒ってたがすげえ真面目になってる時の顔が一番面白い。なんか笑っちゃうよね、ポプの真面目になってる顔が。ポプってさ、エアコンつけるとさ、あケージの前で転がって寝るようなんで、自分とかで、エアコンついてないって扇風機だけの時間帯は、うん、あれ玄関側のあっち側の方に寝てる。早く帰ろう。なんだこの道。およそ700メートル先、山中湖村役場を右方向で。ああ、こっから行くと、そこを右曲がるとあのなんかよくわかんないところピョコって出てくる道あったじゃん。あそこに出るんだ。行ってみる。うん。ああやってライトを照らしながらね歩いてる人はねありがたい。うん。ちんちんローソンで。信号あんのかなこれ。なさそう。およそ300メートル先、山中湖村役場を右方向です。あ、信号あるか。あったね。ちゃんと。ここ。ああ、あの信号か。はいはいはい。信号。いやこれは分かんないよ。山中湖村役場を右方向です。その先左方向です。右方向です。すげえ道なんでこれ。まもなく左方向です。左分かんないよ、ちょっと盛り上がる。